スーパー野田ゲーパーティー、やあ、接続禁止だよ。スーパー野田ゲーパーティー、この野田ゲーとかいう神ゲーがたくさん遊べるこのゲーム、何ヶ月前に生放送でやったな。やったんですけど、なんかさ、知らぬ間にさ、アップデート、あの頃からアップデートでゲーム増えとんよな。なんで、そちらの方、やっていきたいと思います。漫才王。まず一つ目のゲームはこちら。漫才王。まあ確かに、マジカルラブリーってさ、M1 取ったっけ漫才王って言っても過言じゃないもんな。漫才王に俺はなるって言ってなったんよな、この人ら。やっていくわ。遊び方。遊び方。漫才師を、ツッコミを引っ張って発射し、どんどん移動させて、どういうゲームこれ。パチンコみたいなゲームなん。出番が始まるまでに漫才師2人とマイクだけが舞台に入ればステージクリアです。2人で遊ぶには1人がツッコミ、1P がツッコミ、2P がボケを引っ張ります。いいことがわからん。なんかパチンコでなんか台のところまで運ばなあかんってこと？やってみんかったらわからん。説明だけちょっとようわからんゲームやな、お前。もうやってみるわ。一人でやってみる。何この耳に残る曲。なんだ、松竹はさ、松竹か、ちゃうな。吉本はが舞台でこんな BGM 流れながらどうもって入っていくもんな。やっていくわ。いやいや、ほんまね、お前誰やねん。お母さんか。お母さんなんか。引っ張るって言ったな。こんな感じ？引っ張って発射か。わあ、どこ行くねん、俺。これぐらい。あー、やばい。調整しなあかん。調整しなあかん。令和、引っ張られ、引っ張られりでーす。ダメでーす。一人しかいないわ。ゲームオーバー。え？つまりちょっと微調整してこれくらいで飛ば、あ、でも飛びすぎなんじゃ、これでも飛びすぎなん、これくらい、いや飛びすぎ、やばい、微調整ができん、微調整ができん、微調整がかなわん、微調整どこ行くねん、俺どこ行くねん、この人。あー、微調整がうまいかん、誰もおらん。引っ張られりーでーす。誰だよ、引っ張られ、引っ張られりーで、お前。もうちょい、もうちょいいい名前あるだろ、お前。ゲームオーバー。マイクが傾き具合が、哀愁漂ってしまう。お前難しいんやけど、これ。どういう微調整すればいいんかな。もうこれでいいんじゃん。あ、なんか野田さんも来た、こっち。あ、うまい、めっちゃうまい、めほぼ完璧でないか、これほぼ完璧でないか、もうここでええんじゃん、もう。令和、引っ張られ引っ張られりです、オッケーです、今日一受けた。最高だわ、もう。もう、引っ張られ、引っ張られ、DS の時点でもう、あ、こいつはダメだわって思われると思うよ、名前的に。名前のインパクトなさすぎて、次のステージとかある。形変わるんか、あ、変わった。なんこれ、なんかちょっと偉い形状変わったな。こんな感じ、どこ行くねん、マイク、やばい、マイクどっか行った、マイクどっか行った、マイクもちょっと真ん中寄せとかなあかんのよな。マイクなかったら漫才師、あーやばい、マイクの調整ができん、マイクの調整ができん、マイクの調整が、あーよいしょ、うまいけどマイクは機関したけど一人しかおらんもんな、滑った、一人しかいないわ。ゲームオーバー。哀愁漂う画面更新。あ、ステージ2からやらせてくるんじゃ。微調整が難しいな、このゲーム。こうして、これぐらいでいいんちゃう？あ、野田さん画面。よいしょ。微調整でいいや。もう微調整でいい。あー、ちょっとずれたけど、まあ、舞台に2人おるけんいいんちゃう、これ。まあ、ちょっと端の方やけど、野田さんが。引っ張られりです。オッケーです。
オッケーなんかな受けとんやな。あ、むしろちょっと端の方におるけん受けたから、なんでそこにおるねんってツッコミでも受けたんかな。観客ザルやな次のステージちょっと難しいなってくる。物多いな。清掃員のオスターとか、なんか先輩芸人とかおるでないか、お前。先輩芸人、なんこれ、なんか拾った。なんか拾った。ようわからんもん拾った。行こうって言うたけど、なんなん今の。微調整でええやん、これ。あー、マイクがちょっとずれた。ちょっとずれてもだ。スコアに関係するだけで、これはクリアでしょ。では、引っ張られ、引っ張られりでーす。マイクロイッチすごいずれとけどな。マイク入よ、バカウケなんじゃ。そりゃそうやな、マイクロイッチえらいずれと思う。ちょっと、うおー、なんやねんってなろう。ステージ4。もうちょいハイスコア取りたいけどね。あー、かわいい女の子おる。ちょっとすごい気になるかわいい女の子おるけど。野田さん。野田さんをちょっと動かさんように微調整でこう来るだろ。あ、マイク飛んじゃった。マイク飛んじゃったけど。よくかいって、ちょっとマイクずらしたいけど無理だな、これ。マイクが後ろあるやん。マイク後ろあるよ。拾っとんか、ほんまにこれ。マイク拾っとんか、これ。しかも何のこの踊り方。ステージ5。狭いな、なんか。あと荷物。えらいピコピコハンマー多いんやけど。なんだこのピコピコハンマー。ビートたけしか。そのピコピコハンマーの字。こんだけ呼び多いとか、ビートたけしか。やばい、飛びすぎた。飛べ、うわ、うまいんじゃん。あ、なんかピコピコハンマー入った。引っ張られ、これあかんのじゃん。ダメです。余計なものがあるわ。いいだろうが。漫才に物持っていったらあかんとかいろいろあるんちゃう、あるんか、ないだろ、あるかもしれない。人面にゃ。もう一つがこちら、人面にゃ。もうタイトルだけでどんなゲームか想像がつかんな。この猫の笑顔なんなん、この割といい BGM なんなん。アドベンチャー、キスでした主人公が実家から出ることを目指すアドベンチャーゲームです。実家から出る気がなくなってしまうとゲームオーバーです。どっかにある日記セーブすれば前回の続きからもプレイできます。割と超変なゲームやな。あ、なるほど、帰省して地元を忘れないからちょっと都会の方に戻りたくないよみたいな感じで、あ、なんか意外と意外といい話系のゲームだったんやな、これ。じ、にゃの要素どこ行ったんだよ。にゃの要素どこ行ったん、猫の要素見当たらんのやけど。夏休み一週間ほど実家に帰省していた私は、明日から仕事が始まるまで、始まるため帰ろうとしていた。なるほど。誰なんだろうな。しかも4人の顔がバラバラすぎてさ、お前らほんまに DNA 繋がっとんかって思うやけど。それじゃああるか。気をつけて帰るんだぞ。気が向いたらちょくちょく帰ってきなさいね。仕事も大変だろうけど、無理しちゃダメよ。か、お父さん、お母さん、いろいろありがとう。いいリフレッシュになったわ。また来るね。じゃあね、姉ちゃん。俺も早く実家を出て、東京の方へ働いてないなー。なんかお前、なんかちびまる子ちゃんに出てくる、キャラになんか似たような顔のやつおるんちゃん。藤木くん。藤木くん。長沢くんみたいな顔しやがって、お前。髪の毛ボロボロ長沢くんみたいな顔しやがって、お前。え、選択肢とかある？そういや、姉ちゃん。彼氏とはうまくいってんの？うるせえわ。うっせえ、うっせえ、うっせえわ、純太。あんた、心配してるふりして、いつもトラブルを期待してるんでしょ？ああ、かきはや。じゃあ、なんだよ。そんなに怒ることないだろう、ね、なおさらその唇が長沢くん感があるんよ、お前。ほらほら、こんなところで喧嘩しないの。じゃあとにかく頑張ってね。こ、まあなんだな。今度は道弘くんもうちに連れてきなさい。わかったわ。道くんもまた挨拶に行きたいって言ってたし。じゃあね、そろそろ行くわ。バイバイ。どうした？あ、スマホ？ごめん、スマホ忘れたみたいだから自分の部屋に取りに行ってから出るね。ありがとう。もう見送りはいいから戻って。あやからそそっかしいわね。わかったわ。じゃあね。それじゃあ私は皿洗いでもしましょうかね。それじゃあ俺は部屋に戻ろうっと。
それじゃあ私はテレビでも見るかな。ふう、さて早くスマホ探さないと。多分2階の自分の部屋ね。なんだろうな、意外 RPG だったんだ。ちょっと時間かかる系のゲームだったんだこれ。ね、2階ね。じゃあ2階行けばいいんか。なんか青鬼で見たことある間取り、なんか青鬼で見たことある間取りやな。なんか気のせいかな。これ右側に行って帰ってきたら3人おらんようになるみたいな感じのパターンあるよな。あ、おるわ、別におるわ。でもなんかほんまに青鬼でこんな感じの構図見たことあるんやけどな。お母さん、まあいいや、スマホ取ってくるわ。ここかな。鍵かかってる。鍵かけるかな。わざわざ鍵かけるかな。普通の家、普通の家でこんな鍵かけた部屋あるかな。うず倉庫とかならわかるけどさ。あ、こっち部屋、あ、弟の部屋来ちゃった。なんだよ姉ちゃん、まだ帰ってなかったの。俺の部屋には姉ちゃんのスマホないぜ。そうそう、昨日までいつでも入ってきてないだろう。ああ、そっか、落ちなかったんだよ。え？ってことは鍵かかったん？お姉ちゃんの部屋鍵かけられたんで。鍵探さなあかんのか。お姉ちゃんの部屋入るんや、鍵探さなあかんのか。それともこっち行けるんか。行ける。わあ、なんだこの部屋の本の置き方。ほんまに青鬼で見たことあるわ。ああ、もう、本棚だ。特に変わったところはなすようだっていうか、この置き方が変わっとるんよ。この置き方で本置く家なかなかないぞ、お前。どんだけお父さんそういう学者さんなんか。学者でもなかったら部屋にこんなに本置かんだろう。あ、ここか。私の部屋のどこかにスマホ置き忘れたと思うんだけど、本があるね、ここにも。日記か。あ、セーブポイントじゃん。ここにベッドがあって、ここにはない。おかしいなぁ、みたいな感じで。あ、電話かけて鳴らしてみる。あー、電話番号は覚えろよ、お前。機種変した、え？機種変したったらさ、番号とかってさ、引き継がれるもんじゃないの？俺そういうイメージなんやけどな。番号教えたはず。聞いてみようと、自分の番号、自分で番号覚えてない。なんでお父さんとお母さん覚えとるかなって話になるけど。登録証券かな。あ！出た！人面にゃ、あら人面にゃ。うん、なんか違和感がバリバリあるけど、つくまんからな、お前。見かけないと思ったら、こんなところにいたのね。かわいい、かわいい、かわいいわー。たたらららららら。え、もしかしてこの女の人、はるかって名前やけどさ、アドーさんなん。アドーさんの本名の下の名前、はるかって名前な。かわいい、かわいい、かわいいなー。癒される。とっても癒されます。もふもふ。あー、帰る気がなくなっちゃう。あー、なるほど、そういう感じ。捕まったら帰る気なくなっちゃう感じなんじゃ。あー、なるほど。なるほどじゃないな。ようわからんわ。ようわからんわ、お前。ゲームオーバー。あれ？なんかこの人面にはさ、サザエさんに出てきたことある？